中内忠は、日本の実業家、プロ野球球団経営者、福岡大英ホークスオーナー代行、オーナー、読売ジャイアンツのオーナー顧問を歴任した、財団法人、中内育英会、第二代理事長、大英創業者、中内の次男で、実刑は大英元副社長の中内淳。妻は、日立の宮花子妃の名、芦屋高校、 青山学院大学経済学部卒業。南カリフォルニア大学経済学院修士、家庭修了。高校時代の同級生に、後のホークス投手コーチとなる、矢野ミがいる。ホークスオーナー代行時代の1992年8月、上田理事に監督要請し、組閣の準備に入っていたが、父である校が、同時期に、西武ライオンズ管理部長、 根本睦夫のし兵に動き、球団づくりは、専門家に任せなさい。お前はその専門家を使う人間にならなきゃいけないと、当時監督の田淵光一を解任し、公認に根本が監督に就任した。2003年11月、読売ジャイアンツへ国防を無償トレードした際、記者会見の席で涙したことが、話題になった。大英の経営危機による、ソフトバンクへの球団売却後も、 引き続きホークスの株式にを保持したまま、球団に席を残し名誉顧問に就任したが、2006年1月26日に、保有していた株式を球団に譲渡し、同日付でソフトバンクホークス非常勤名誉顧問から退任した。2006年2月1日付で、読売ジャイアンツオーナー顧問に就任し、2009年1月まで、勤めた。2005年11月、 父の後を継いで財団法人、中内育英会の第二代理事長に就任し、2011年3月まで務めた。ありがとうございます。